M ステ2時間 SP 出演者発表で驚きの結末。対処方法は、10日に放送される M ステ2時間 SP で、アンリが25年ぶりの出演を果たすことが発表されました。彼女が名曲、オリビアを聴きながら CATSEYE を披露するということで、ファンからは大きな反響が寄せられていますが、今回の出演者発表には意外な事実が隠されていたのです。それは、なんと、ブラック、PINK やトワイスが出演しないということです。この発表に対して、女性ファンからは悲鳴が上がるものの、M ステに出演したことがある。アーティストばかりで、何年も同じ人ばかりが出演しているという声も少なくありません。しかし、これは偶然ではありません。実は、M ステは、年に2回しか放送できないという厳しい制限があるのです。そのため、出演者の選定には非常に厳しい目が向けられています。そして、今回もテレ朝系以外からは出演者が選ばれることはなかったのです。しかし、これを見るファンからは不満の声が上がっています。例えば、M ステは半年に1回でもいいのではないか、などの声が聞かれます。また、同じ人ばかりが出演していることに対しても、的な意見が見られました。そこで、M ステ側は、今後、出演者の幅を広げることを約束しています。また、制約がある中で、より、多くのアーティストが M ステに出演できるように、制度、改革を進めることも検討されているとのことです。今後の M ステに期待したいと思います。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。